徳川六代将軍徳川家泉が残した書や絵画について。イントロダクション。徳川家泉は江戸時代中期の将軍であり、江戸幕府を治めた人物です。彼が残した書や絵画は彼の芸術的才能や文化的背景を示すものとして多くの人々に注目されています。この動画では徳川家泉が残した書や絵画について探求し、その意義を考えてみます。徳川家泉の書や絵画にはそれぞれに魅力的な物語や歴史的背景がありますが、その中でも特に注目される作品を紹介します。書。徳川家泉が残した書には多くの種類があります。その中でも最も有名なのは続文書類従という書物です。これは日本の歴史や法律、文学、思想などについての書物であり、家信が多大な労力をかけて編集したものです。続文書類従以外にも家信は多くの書を残しています。例えば大日本史や大日本古文書などがあります。これらの書物には当時の社会や文化についての貴重な情報が含まれており、今でも多くの人々から注目されています。また家信は書道にも優れており、多くの書を残しています。彼の書は独特の筆致や豊かな表現力が特徴であり、今でも多くの人々から愛されています。絵画。徳川家泉が残した絵画には多くの種類があります。その中でも最も有名なのは伊勢神宮絵巻という絵巻物です。これは伊勢神宮の歴史や風景を描いたものであり、家信が自ら描いたとされています。また彼は狩野派の絵画にも造形が深く、多くの作品を残しています。伊勢神宮絵巻以外にも家信の絵画には様々なテーマがあります。例えば諸国名所図絵や東海道五十三寺絵図などがあります。これらの絵画には当時の風景や人々の生活などが描かれており、当時の社会や文化についての貴重な情報が含まれています。家信の絵画は狩野派の伝統を受け継ぎながらも彼自身の個性や感性が表現されており、芸術的価値が高いと言われています。意義。徳川家泉が残した書や絵画には彼の芸術的才能や文化的背景が示されているだけでなく、当時の社会や文化についての貴重な情報が含まれています。また彼が多大な労力をかけて残した書物や絵画は今でも多くの人々に愛され、その価値が高く評価されています。彼の作品は日本の歴史や文化を理解する上で欠かせないものであり、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。彼の書や絵画が伝える物語や情報は今もなお私たちにとって大切なものです。結論。徳川家泉が残した書や絵画は彼の芸術的才能や文化的背景を示すだけでなく、当時の社会や文化についての貴重な情報が含まれています。彼の作品は多くの人々に愛され、その価値が高く評価されています。彼の作品は日本の歴史や文化を理解する上で欠かせないものであり、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。徳川家泉が残した書や絵画は私たちにとって過去を知るための貴重な資源となっています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。